八所香織です。昭和を代表する建築家として有名な村野藤吾。型にとらわれぬ彼の自由な創造性は各地に残る多様な建築物に息づいている。中でもフランス料理の名店ラメールのシャンデリアに注目したい。香料まで計算し尽くし、テーブルについた女性たちをさらに美しく見せるのだ。空間のみならず、そこに流れる時間をもデザインする。巨匠の粋な計らいである。朝食はトーストと牛乳、昼のは T シャツとジーンズ、乗るなら新型キュート。私のシンプルな毎日が青山ネクストのお店でスマートになる。この四角い箱はいざって時は5人も乗れるし、リアスライドだってできるから、足元ゆったり、荷物もいっぱい、どんな場面だって OK。 こういう臨機応変さってシンプル&スマートっていうんじゃない。キュートイズニュー、青山ネクストのお店に新しいキュートあります。1946年にスタートした全米女子オープンゴルフ選手権は女子メジャーの中でも一番の歴史を誇る。今年の舞台となるペンシルバニア州ソーコンバレーカントリークラブはシンプルなレイアウトながら戦略に富み、選手の総合力が試される。上田桃から日本人選手の上位進出なるか。ゴルフネットワークでは全日程を完全生中継いたします。6月19日よりエコカー補助金制度の申請受付が開始されました。この制度はすでに始まっているエコカー減税と合わせてエコカーの普及と経済への刺激を与えることが狙いです。対象者は古い車を廃車し環境性能が高い新車を購入する人、または排ガス性能4つ星かつ燃料基準プラス 15% 以上達成した車を購入した場合に適用されます。これは購入日に値引きされるものではなく、購入後に申請することで所定の額が還付される仕組みとなっています。行き先は考えてない、ましてや目的なんて。街を出ようという彼の一言、そしてこの一着、それだけがきっかけだったのかもしれない。終わらないぬくもり、ムーンバレー、ダウンジャケット。ねえ、あなた、今度は何が来たの？まあ、大きな荷物、これ何？グレン博士ってお父様の片腕だった方でしょ？でもその方って、そう、そんなことがあったの。でもあなたらしいわね。あなたのそういうところ私好きよ。なんだかおかしな人でね、ミスバンしている横顔が美しいとかなんとか言って手帳に私の顔をスケッチしていたの。ただそれだけ。それがあまりによく描けてるから、それでは美人すぎるわって言ったのよ。そしたら嘘、やだ、私勘違いして、恥ずかしいわ私ったらご無沙汰ね、こんな時ばっかり。もう帰ったわ。それで、私はいつ帰れるのかしら。そういうことは、耳元で囁くものよ。ええ、楽しみにしているわ。